画でっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。9月9日月曜日、随分久しぶりとなりますお知らせ確認雑談動画でございます。というわけで明日のお昼12時から始まりますのは新章開幕の第2弾キャンペーン。散々9月までと言われて待たされまくってやってきました新章クラウドレルム編。第1弾は月初ということで何かと盛りだくさんなような気がしないでもない新章の開幕でございましたが、果たして第2弾も第1弾に負けず盛りだくさんの内容なのか、それともこれまでと同じくガチャ実装しただけの薄さ 0.01 ミリ程度の内容なのか、早速確認していきたいと思います。それではお知らせ確認雑談動画、行くぞー。というわけでまず新章開幕の4大キャンペーンと銘打って開催されております63連ガチャロマンシングフェスチケットについてですが、第2弾のログインボーナスとミッションで16枚追加でもらえるとのことです。まあ普通にログインしてプレイしてたら問題なく回収できるかと思います。それで今回のログインボーナスのお話、5日間ログインで3000ジュエルとさっきお話ししたチケット6枚、あとは新スタイルの専用ゴルピ6種を25枚ずつ、そして陰性チケットや自動再選チケット、音符メダルにスタ在賞など、いつものラインナップとほぼ変わり映えしないログインボーナスがもらえます。新スタイルが6体ということは、やっぱりそういうことでございまして。はい、ここからはガチャのお話。今回も安心安定のダブルガチャ。まずはロマンシングフェス御堂綱乗り編。こちらで実装されます新スタイルは御堂くん、シェリル、T260G の3名。てかまだ5月に実装された御堂くんが現役バリバリで活躍しているというのに、もう新スタイルが登場でございますか？新スタイルはこんな感じ。全員武器種に変更なしで登場でございます。私の銃の戦力が微妙の極みでございますので T260G の性能はちょっと気になるところでございます。先ほども申しましたが御堂くんは最初のガチャ原スタイルが証券のエースとして現役バリバリで活躍しているのに、ここで新スタイルを登場させるということはさらにジンバブエな御堂くんが実装されるってことでございましょうな。シェリルは去年の肝試しでボーテクス持ちのスタイルが実装されましたが、あれから目立って活躍したという話を聞くことはナッシング。昔は聖火隊のメンバーとして高難度攻略で引っ張りだこだったシェラハですけど今となっては見る影もなし、そろそろ高難度でレギュラー張れるスタイルとして復帰していただきたいものですな。私、螺旋回廊340回放置税でございますので、そこにぶっ刺さるようならば確保検討したいと思う今日この頃でございます。というのがロマンシングフェス御堂くん編のお話。続きましてロマンシングフェスアデル編。こちらで実装されます新スタイルはアデル、カタリナ、タリアさんの3名。パッと見ナイトハルト殿下かと思ったら全く知らないキャラが登場でございました。で、誰やねんと思って公式 X 見に行ったらインサガのキャラみたいですな。そりゃわからんて。で、新スタイルはこんな感じ。アデルは光術的性の体験スタイル。カタリナとタリアさんはこれまでと変わらずでございます。てか最近強武器種として VV 言わしている体験にこのガチャだけで2体追加でございますか。てかカタリナさん 5.5 周年でお強いスタイルが実装されたばかりやというのにもう新スタイル登場ですか。それなら証券スタイルで出してくれた方が幅が広がってよかったんじゃないですかね。タリアさんは去年のヒーローの野望発売日記念以来の新スタイルですな。先日タリアさんの中の人の田中敦子さんの訃報に驚きました。つい最近のアニメでもお声を拝聴しておりましたので未だに信じられない気持ちでいっぱいです。私の探すか初回プレイで選択したのがタリアさんでしたし、私の杖の戦力が面白いくらいに微妙ですのでタリアさんの性能次第では確保検討したいところですな。とまあ今回も三々のダブルガチャでございますが、以前生放送で実装されてないキャラがたくさんいるからうんたらかんたら運営メガネさんがおっしゃっておられましたが、それならもっといろんなキャラを実装するようにしてくれませんかねー。ここら辺のキャラたちが新章に深く関わってくるってことになるならやむないとは思いますけど、制作段階で、このキャラちょっと前に新スタイル出たばかりやけど追加ペース早いから他のキャラにしません？みたいな意見は上がってこなかったんですかね？まあそういう話が上がってたならこんな短期間で新スタイル追加したりしないか。
人気キャラやし強いスタイルで打者ガチャ回るやろくらいにしか考えてないんでしょうな。ほんまそういうところを改めていかなあかんと思いまっせ。小屋新章になっても根幹の部分はやっぱり変わらないってことなんでしょうな。はい、これ以上話していると呼吸するかのごとく毒を吐いてしまいそうな感じだったので次のお話。期間限定イベント、佐賀共同戦線、開催。ということでシリーズ別6つのフロアが登場しまして、全プレイヤーで協力して各フロアを解放するイベントとのこと。ちょっと何言ってるかわからない。制圧戦みたいな感じで全ユーザーで解放度みたいなのを上げていくってことなんですかね。6つのエリアというのは今回のガチャキャラに対応したシリーズのフロアが用意されてるってことなんでしょう。まあ実際やってみたらどういうものかというのがわかるかと思います。で、今回は協力ミッションやアイテムを集めることでイベント交換所にて、シリーズ対象アビリティ付きの SS 複合具バトルバンブレイス、1000ジュエルに商談の免状、4などを入手可能。で、そのバトルバンブレイスは最大5個までしか入手できないとのこと。これってトータルで5個だけしか選べないってことなんですか？それとも各シリーズごとに5個までということなんでしょうか？これだけ読んでても全くもってわけわかめでございますわ。そこら辺の説明をしっかりしていただきたいもんです。で、今回のイベントの協力ミッションではジュエルや佐賀共同戦線勲章などの報酬をゲット可能とのこと。ですが佐賀共同戦線勲章って一体なんやねんな？これ集めて交換所とかでさっきのバトルバンブレイスと交換できるとかそんな感じなんですかね？あと、ジュエルがどれだけもらえるかを明記してないのがなんか引っかかりますな。こちらのミッションの開催期間は18日の12時までとのこと。だいたい1週間くらいしかないので忘れずに回収しておきましょう。そして新章第2弾のホームミッションも開催。ホームミッションでは3000ジュエルと63連ロマンシングフェスチケットをゲットできます。育成応援キャンペーンを開催しますが、誰が対象かはゲーム内で調べてねという手抜きなお仕事。その他キャンペーンの中にローディングイラストの変更や、ファーゴの追加要素、コンサートホール BGM 追加のお話を一気にまとめて発表。以前はそれぞれにバナーを作ってお知らせで紹介しておりましたが、今回はそこら辺もバナーを作らずその他キャンペーンの一言で片付けてまいりました。まあコストがかかるからしゃあないんですかね。開催期間は18日の12時まで。ということは17日のお昼に第3弾かどうか知らんけど次のイベントの告知。18日の12時から新イベントスタートという流れでございましょうな。というのが新章開幕第2弾イベントのお知らせ内容でございました。とりあえずお知らせ内容の告知後半を手抜きしましたというのはひしひしと伝わってまいりました。イベントについてはこれまでと変わらず月初に詰め込みまくってそれ以降は出がらしのような薄々イベントという流れなのは変わりないみたいですな。新章開幕とか大々的に歌っていても結局やることは変わらず、9月まで待ちましたけど結局何か大きく変わるということはなさそうですな。とりあえず C 霊編みたいに打ち切りエンドにならないことを切に願います。以上、今回のお知らせ確認雑談動画でございました。では。